と本人からのお訴えお聞きください。お願いいたします。大変でやキャロットタワー前ご通行の皆さん、そして今日少し朝早いですが、題して日曜日の10時にお集まりいただいた皆さん、ありがとうございます。ありがとうございます。世田谷区長保坂信人です。世田谷区の区長選挙、今日からですね、土曜日まで1週間運動期間です。これから区内を政策を訴えて駆け回りますが、ここで改めてこれまで応援をいただいた皆さん、あるいは保坂区長になって何か変わったのかなと感じないけどなという方もいらっしゃると思います。そういう方にも少しお話を聞いていただきたいと思います。そして今日は東区宝塚から、宝塚市長、宝塚歌劇団のある宝塚から中川智子さんも見えていますので、後ほど激励のエールを送っていただきたいと思います。また今日は桜井勝信南相馬市長、ここではありませんが午後入ってくれる予定です。お隣杉並の田中良市長、私はこの選挙区民党で徹底して行いたいというふうに思っています。世田谷区議会、予算決算、そしてさまざまな条例案、この4年間すべて可決成立をさせていただきました。それはさまざまな議論を経て、最後にまとまったということであります。したがってこの4年間、どの陣営もといっても区長選挙には今のところもう一人が、政権与党バックに出られている、そういうふうに聞いてます。それ以外の立候補者まだ聞いてませんが、とすればですね、まず4年間の区政に混乱はありましたかと、何か混迷がありましたかと、ちょっと声がないのでありましたか。つまりはですね、何かが全部ストップして機能を喪失するなんてことはなかった。したがって、政権与党に近い、皆さんも 99% はしっかりやってくれているという評価もしていた時期もございます。そういった中で、今回世田谷区長選挙、やはり4年私保坂信人世田谷区長をしっかりやってみてです、改めて88万都市って皆さん大きいですよ。何が大きいかというと、それだけたくさんの住民がいるというのは当たり前のことですね。それだけではなくて多様です。実にお隣の渋谷区では LGBT の皆さんの証明書を発行する条例をめぐって議論がございます。世田谷区にも LGBT の関係で区民納税証明書を持って16人の方がやってくるということもございます。またこれは少数とは言えないかもしれません。障害をお持ちの方88万人の中で4万人もいらっしゃいます。障害者福祉ということは大変大きなテーマです。そしてこの88万自治体の力というのを感じた場面を振り返ります。実は東京電力福島第一発電所の原発事故、この原発事故絶対繰り返してはならない。そしてこの事故の中で孤立しながら頑張っていたのが、今日私保坂信人の応援に来る南相馬市長、桜井市長、その人でした。そして、世田谷区は心が痛いのは、福島原発の電気も福島では使わないで私たちが使ってきたわけですね。そういう意味で事故が起きたリスクは地方に落ち着け、東京では電気をふんだんに使う、そんな生活をしてていいんだろうか。
このことは誰もが4年前に考えたと思います。したがって1に世田谷区役所では節電をしました。震災前から調べると1億7000万円も効果が上がっています。2にですね、電気をどこから買うか、これは東京電力でしょということなんですが、これは公開競争入札で、これを決められる仕組みがそもそもありました。したがって3年前の2月ですが、世田谷区電力を競争入札で買いますよというニュースを出したところ、大きな反響がありました。どういう反響かといえば、テレビのワイドショーでも新聞でも TPS、 今新電力と言いますが、そんな仕組みがあったのか、知られてなかったよねと。皆さんどうでしたか。世田谷区役所の 電力はですね、今ほとんどはこの TPS 新電力から買っているんです。そのことを発表したらですね、あっという間に全国に広がりました。区役所の電話は担当が電話中、全国の自治体からこの制度はどうなるんですか、どうやったら参加できるんですか、こういう問い合わせでした。そこで皆さん、この PPS 新電力に切り替えた結果、いくらの財源が浮いたと思いますか。さあ、いくらでしょうか。今年度も含めて約4億円ですよ。4億円浮きました。そのまま何もしなかったことに比べて4億円です。4億円というのは個人の皆さんにとってもとても大きな額ですが、区役所にとってもですね、この4億円というのは大変な額なんです。実は今そこに子どもたちがいるけども、じゃあ保育園に少しおもちゃをね、古くなってるから送っていこうとか、あるいは高齢者の方の使う車椅子を少しガタガタになって古いから新しいのにしようとか、そういうことをいくつもいくつもできますね。中川市長いらっしゃるからお分かりですけど、4億円あればですね、できることはとっても大きいです。これまでの行政改革、行革というのは得てするとですね、区民サービスを切ると、300万円かかっているサービスをカット、1000万円かかっているサービスをカット、この方式でやっていったらですね、自治体からは区民サービスでやがて消えてきます。そうではなくて、頭を使って勉強して思い切って制度をちゃんと使って財源を生んでいくということも大事なんじゃないでしょうか。もう一つ、どんな立場の人、今日もこの中にも政党支持、それぞれの政党とか、政党支持ないんです、そういう方もいらっしゃるかもしれないけども、世田谷区の台所事情どうですかと、お財布の状態どうですかということを申し上げます。結論から言いますと、22年ぶりに借金より貯金が上回りました。借金ゼロになりました。これはですね、紛れもない事実なので、私がいろいろ取り組んだことが、いわゆるカッコ付きのばらまき政策だったりとかいうことではない、むしろ区民の皆さんの意識がある、参加の意欲がある、そういう力を借りての試みを続けた結果です。その中にはですね、学校の建て方を変えてみる、プレアールの校舎というのは平均3億7000万円もかかります。私穂坂信人考えました。1年半で、壊してしまうプレハブ、3億7000万円かけていていいんだろうか。場合によってはですね、プレハブがどうしても必要な学校ありますけれども、場合によってはプレハブ校舎を建てないで近くの学校に通っていただいて、その間にですね、学校を建て替えるということを今区内では何か所かでやっております。こういったことを積み上げて、もう一つは壊すだけ
ではなくて、しっかりした建物は中を徹底的に補修する、いわゆるリノベーション、リノベと言いますね。これを使って、私も驚いたんですが、区長20億円生まれましたって言うんですね。この取り組みで20億円は大きいですよ。まあ、そういうことをですね、積み上げながら必要な人に優しい行政改革と言ってます。つまり区民が必要とするカットをどっかのですね、首長さんのように、はい、切ります切ります切ります、これなら誰でもできますよ。そうじゃなくて、きちんと考えて、そして同じお金を効果的に使う、税金は無駄遣いをしないということで徹底的にやってきました。その結果、新しい取り組みも次々と生まれます。その新しい取り組みについては、まずはこの辺で中川智子宝塚市長の激励を受けまして、後半でお話しできたらと思います。中川さん、ありがとうございます。それではここで中川智子さんより応援をいただきます。はい、西さん、おはようございます。私は今日は兵庫県の宝塚市から応援に参りました。保坂信人頑張れ。保坂さんがやはり継続してこの世田谷の街を作っていくふさわしい人だ、心から応援しておりますので、気持ちだけ応援しててもダメですので、新幹線に乗ってやってまいりました。私は、保坂さんと出会ったのは1996年、衆議院議員をご一緒にいたしました。その時にですね、つくづく感心したのは、国会でも保坂さんは質問王と言われました。実によく勉強をして、そして問題がどこにあるかということを、まあ、直感的に、しっかり自分のものにして、それを掘り下げ、相手をしっかりと追求をし、そしてその成果を取っていくということでは、国会で一番の働き者でした。その人が世田谷区長に4年前になった時、私はきっと世田谷の町というのは小さな声に区長がしっかりと耳を傾けて、そして本当に政治の力が必要な人、子どもたち、そして高齢者、障害者、さまざまな少数者の人々を大事に大事にする世田谷の始まりだということを実感いたしました。で、私は保坂さんが選挙をする2年前、宝塚の市長になったわけですけれども、保坂さんが区長になってから世田谷や、その世田谷の保坂さんがやることを地方の自治体は本当に勉強をさせてもらいました。しっかりと時代を読んで今必要なことを実践していく、その区が世田谷だということを私たちはこの4年間で痛感させられました。一つには、あの 3.11 が起きた後、いち早く保坂区長はそのことに対して世田谷エネルギーを作ろうと、それは全国の新聞に載りました。宝塚がなんかちょっと頑張っても阪神版というところでですね、ほとんど取り上げられるぐらいなんですが、世田谷が何かやると全国版で私たちに情報がすぐに参ります。ああ、やっぱり保坂さん、世田谷自然エネルギーの街、世田谷エネルギーを作って、もう二度と原発事故を起きない、そのような国を作っていくんだ、勇気あることだと思って、宝塚市もすぐそれを見習って自然エネルギー推進課というのを作りまして、今宝塚で自分たちの町の電力は自分たちの力で作ろうという、そのような取り組みも始めました。そしてまた保坂さんはずっと教育ジャーナリストで、子どもたちのいじめの問題、そ
そして不登校の問題にずっとその人生をかけてきましたけれども、子どもへの視点というのはどこの区長さんや市長などが持っていないものがあります。それはその原因が一体何なのか、表だけいじめをなくそう、体罰なくそうではなくならない、教育の根っこのところに対して切り込んでいくのが保坂さんです。私はその仕事ぶりからいろんなことを学ばせてもらって、宝塚でも今子どもの権利サポート委員会というのを作って、子どもたちの悲鳴をしっかりと聞く、そしてすぐに専門家が動くというシステムを作りました。これも保坂さんの取り組みを学んで宝塚が関西でやって、それから他の自治体に波及するようにみんなに今呼びかけています、それからですね、私はその行動力やその視点、そしてまた戦後を恐れない、今年は戦後70年です。私たちはあの時に終戦の時に20歳だった人は今90歳、だん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 語り継いでいく人がいなくなる今だからこそ、今年だからこそ安倍政権がやっていることに対して戦争の道はもう嫌だ、二度と戦争は嫌だから平和な町を作っていこうというのは、国がいくら推し進めても自治体がそれに対してノーと言えば絶対戦争は起こり得ません。それはほとんど自治体に丸投げだからです。全部自治体に丸投げ。いざとなると今回の 3.11 もそれは自治体の市長や町長がこれだけお金やるから頑張れ、でもそこには人がいません。東北に人がない、お金がいくら来たって復興するには人間が必要です。ですから戦争への道を進もうとしても人が動かなければ、自治体が動かなければその道を歩むことはできない。ですから今大事なのは組長、区長、町長、そして市長がその町の住民と一緒に話して、私たちは二度と戦争は嫌なんだということを国に対してしっかりと行動していくこと、そのことが大切だと思っています。宝塚は世田谷と一緒に、そして他の自治体にも声をかけて、大事な政府が誤った政策をやるときに市民の力はこんなに強いんだということを言っていくためには継続した区長が必要です。一期で準備です。それは一期目というのはもう私も大変な目に遭いましたけれども、ものすごく信頼してもらい、そして地盤を作っていくには1期4年、2期目から本当につぼみが膨らみ花が開いていきます。その時に実感していくでしょう。世田谷は暮らしやすい町になった、世田谷で子どもを育てよう、世田谷を次の住処にしよう、そのような仕事ができていくのは2期目からです。どうか継続が力ということを皆さん、多くの区民の皆さんに伝えてください。私はおととしの4月に維新と一騎打ちでダブルスコアで勝ちました。世田谷はトリプルというか、もっと開いて世田谷のこの保坂区長への信任を皆さんの力でよろしくお願いいたしまして、応援の弁といたします。宝塚歌劇にも来てください。ありがとうございました。保坂頑張って。はい、ありがとうございました。ただいま宝塚市長坂田智子市長より力強い応援演説をいただきました。10時半まで皆さん、この場所で10時半までということで、街頭演説会まとめになってまいりました。中川さんから平和の問題、おそらくですね、お元気だったらここに菅原文太さんも、そしてこの前亡くなった相川欽也さんも
いらっしゃっていたと思います。まあ、お二人ともですね、まあ、菅原文太さんは保坂さん、もう原発だけはこりごりだよね、もうしっかり脱原発やってくれよということを10月にですね、文太さんのラジオに出て、その時に何度も言われました。金谷さんはやはり戦争のこと、まあ、この国が戦争に近くなっていくんではないか、とてもとても心配をされていました。まあ口から泡を飛ばしてですね、番組の中で何度もパックインジャーナルというですね、衛星テレビでやっていた番組からインターネットの番組にも呼ばれています。まあ、そうした中、やはり戦争の世代、あるいは戦争当時子供だった中で、この平和が一番、そういう皆さんも残念ながら亡くなってしまう方も多くなってきました。今日本はどちらに舵を取っていかなければいけないのか、私は当然平和を守る、憲法を基盤にして原発の再稼働とんでもない、もう廃炉にして新しいエネルギー転換、これ小泉純一郎さんも言ってるんですから。小泉さんと久しぶりに握手しました、この前講演会の後、あの純ちゃんとですね、固く握手をして脱原発一緒にやろうと、こういうふうに言ってきました。もちろん平和の問題、原発の問題大事ですけれども、区政の細かいさまざまな課題、まあ、大きな課題、子育て支援、まあ、今日も子どもたちも顔が見えますが、世田谷区でどんどん生まれています、今赤ちゃんが、こんな自治体はあまりありません。どんどん子育てを世田谷でしたいな、次の子どもを作りたいな、そういうお母さんたちお父さんたちを応援をしていくだけではなくて、区民全体で子どもは宝なんだよと、未来の宝じゃないんですよ、今の宝なんです、未来に宝になるんじゃないんですよ、今宝なんです。子どもを大切にする町が高齢者に冷たいでしょうか、皆さん、そんなことは絶対ないんです。そして今国全体がそういう意味で弱肉強食的なところに行きかけてるかもしれない、でも自治体は違います、一人一人を大切にする行政をやってるんです。多摩川を隔てるとお隣に川崎市があって、川崎市がなんか京都市の人口を抜いたそうですが、世田谷区とクリスマスイブにですね、広域連合をやりました。広域連携の協定を結びました。いわば多摩川隔てて神奈川県と東京都、それは地図の上の話なんです。このエリアで両自治体がちゃんと手を握るとですね、大きいですよ皆さん。自然エネルギーの転換、ね、それから教育、文化、さまざまな土台が共通化されていくことで発信力がうんとついてきます。88万自治体、そこに完結しないで、日本自体が今抱えている少子高齢化、人口減少、そこを世田谷、ここがいいねと、こういうやり方をもっとやっていこうねという意味の世田谷イエス、世田谷イエスということで広げていただきたいと思います。三軒茶屋ケロトカー前お借りをしての街頭演説会、細かくはお配りをしているパンフレットに譲るということにしまして、約束のお時間が来たようなので、この辺で終了にしたいと思います。ぜひこの1週間思いっきり政策を伝えて、そして対話を重視して頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございました。小坂ありがとうございました。